もこんにちは、大キャノンです。大キャノンの中学社会科書道アート解説歴史を今日は配信したいと思います。いつも動画を見てくださってありがとうございます。第2回ということで、今日は歴史の、書道アート解説をしていきたいなと思いますので、ちょっと文字聞くだけだとちょっとつきにくいという人はぜひ、ね、この動画見てもらって、ちょっとでもあなんかちょっと面白いかもって思ってもらえたら嬉しいです。では早速いきましょう。では完成いたしました。1枚目はですね、これは、第二次世界大戦とか太平洋戦争が始まるぐらいのちょっと世界の国々の関係を表したものになります。やっぱり中心はね、日本が中心に位置を置いて、ここ覚えてますね。ドイツとイタリアと、仲良かった、ね、同盟も結んじゃうんですけどね、この3つが仲間であると。そして、ドイツと日本は、両方ともソ連とも、つながっていてですね、同盟ってわけじゃないんですけど、戦わないっていう約束はこの2つとね、しているという、そういうところでね、見ていてください。そして、日本が当時やっていたことはこのね、大東亜共栄圏、中国をね攻撃してましたね。満州国とか作って、あとインドなんかもまあちょっとその大東亜共栄圏には噛んできているところはあるので、ここを見てください。そして、アメリカとねイギリスが非常にまあこのね日本とかに対してすごく怒っていて、大西洋憲章を発表していたっていうね、場面になります。これが第二次世界大戦が始まるかなっていう、ちょっとドイツが始めちゃったかなっていうところぐらいの、世界の国の関係になります。ちょっと
ソ連がアメリカ、イギリスと仲間になり始めて、そして、もうヨーロッパでドイツができたりはもうこのアメリカの3つの連合にやられかかっちゃって、でこの2つはやられてるんですけど、日本は、まあ、ちょっといろいろ剣が刺さってますね。米軍に負けたり吸収されたり、そして日本の武器はね、学徒出陣とか勤労動員とかしたんですけど、結局まあそれもあんまり意味がなくて、完全にもうね疲れちゃって、手の腕も立ちやすれば、この2つはもうそろそろ倒れるんですけど、武器はまだ立っているという、状況を想像にしてみました。こんな状況です。では第二次世界大戦終わりに行きましょう。3枚目はもうこの太平洋戦争第二次世界大戦のもう本当に最後ですね。もうこのドイツがやられてしまって、でソ連、アメリカ、イギリスのね、この3国がまあいろいろ会談をね、これヤルタとかポツダムでやるわけですよ。でまあどんどんどうやってこの戦争を終わらそうかっていうね、ところに入っていくんですけど、もう最後までが待ってますね、日本はね。沖縄戦で殴られてもまだ倒れない。そしてなんかもう最後はですね、このアメリカ反則技です。これ反則技、ボクシングに例えてるんですけど、なんとこの道具を使う、ね、原子爆弾を投下する。これもすごいダメージをね日本受けてるわけなんですよ。ただこれでもまだ降伏しないですよね。そして最後は、なんとソ連がね、一緒になってもうソ連も攻めてきて、ダブパンチで最後日本はついにごめんなさいで負けてしまったという、ところでした。まああの太平洋戦争、第二次世界大戦のね始まりくらいから、この日本負けちゃうっていう流れまでをちょっと初動後にしてみたんですが、どうだったでしょうか。まあちょっとはですね、ちょっとこういうなんか擬人化した感じのやつで、なんかわかりやすくなってもらえたら、ちょっと嬉しいです。まあすごくね、現代に入る大事なところなので、ぜひちょっと覚えてもらえればなと思います。はい。もし、なんかちょっとでも、まあ第二次世界大戦ぐらいのね、各国の関係が分かったなという人は、高評価で、まだチャンネル登録されてない方はチャンネル登録の方よろしくお願いします。それではこれからもですね、中学社会科の、書道アート解説をこれからもやっていきたいなと思いますので、ぜひですね、何度も言いますけど、高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。そして、社会科のここが教えてほしいとかね、これを書道アートでやってほしいっていうのがあれば、ぜひコメント欄で、教えていただければなと思います。もう何度も言いますけど、まだ全然コメントないんで、コメントしてくだされば即採用しますので、ぜひ、皆さんのコメントをお待ちしております。それでは、中学社会科をしっかりね、
楽しく勉強して、ぜひ受験とかでね、自分の武器になる科目にしてもらえれば非常に嬉しいです。ではまた、次の動画でお会いしましょう。さよなら。